はい、こんにちは。マーチャンネルマーハーです。今日はこちらですね。うん。仮面ライダービルドの回転拳銃。デラックスドリルクラッシャーです。はい、こちら2017年9月2日本日発売です。早速開けていきましょう。はい。はい、ということでこちらがドリルクラッシャーですね。うん、電源入れてみてください。はい。おお、うん。で、ここにトリガーがあるので引いてみて。はい。おお、とまた。あ、ここも動いてる。え？わあ！光ってる光ってる。すげえ。これはなかった今まで。あ、一回トリガー引くだけで回る。なるほどね。そしてこのハリネズミフルボトルが入ってましたね。うん、ここハリネズミの模様がありますね。はい。で、ここにセットすると必殺技みたい。はい。あ、お、かっこいい。すげえ、長めに回ったよこれ。必殺技になると長めに回るんだね。こう、面白いね。すごいね、ちょっと本当に今までなかったね。そうだ、今までなかった。めっちゃ動くなこれね。ここにも、ここも。すげえ。はい、これでガンモードになります。はい、ガンモード、トリガー引いて、ここ回るんだ。これ回転音がうるさくて音があんま聞こえないね。うん、いや面白い。はい、ではビルドドライバーで聞いてみましょう。うん、スロット1にこのハリネズミ入れとくね。うん、ハリネズミ。おお、スロット2はタンク。タンクにしてみる。うん、あ、ベストマッチじゃない。うん、掃除機入れてみよう。はい、ベストマッチ来い。掃除機。来なかったね。はい、残念。じゃあパパはガサコンブレイカー。僕はドリルクラッシャーで対決だ。いや、剣には剣だな。上がらない。次は今だ。ガーおりゃ。おわちょっと待て。おりゃ、ダメだ、必殺技だ。必殺はい、ということで今回は仮面ライダービルドの回転拳銃デラックスドリルクラッシャーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったら気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。